松平正方は、江戸時代中期の旗本、正友系、大河内松平家4代。石高は3500石。享保4年9月25日に、上総大滝藩主、松平正久の7、男として生まれる。享保15年11月17日に、分家の当主でいとこにあたる松平忠奥の末期養子となり、12月27日に家督を相続する。享保16年6月13日に、初めて将軍吉宗に拝謁し、大蔵と改名する。享保20年1月13日から元文2年8月23日まで、牛込口門番を務める。寛保元年11月2日、中奥御賞となる。延享元年10月7日、15位下、日高見に叙任される。宝暦5年8月28日、新番頭となる。後継ぎがいなかったため、宝暦7年4月9日に、実兄、松平正武の次男の亀次郎を、婿養子とする。宝暦10年11月9日、小姓組番頭となる。明和2年8月22日、一の神と改名する。11月15日に、書院番頭となる。明和4年8月、大病を患っていた、着手方姓を拝着する。明和5年6月6日に死去。享年50。家督は、嫡孫の友義が相続した。ありがとうございます。